はい、どうも JB です。本日もプロスPSやっていきたいと思います。こちらのチャンネルでは無課金による無課金のためのプロスPSをコンセプトにした、無課金ユーザーでも楽しく遊べるように選手の育成、イベントの進め方、ガチャについてなどの解説をしていく動画です。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。すでにチャンネル登録をしていただいている方は高評価もよろしくお願いいたします。本日3月12日ですね、こちらのファンフェスタちょっと行ってきました。まあ人多かったね。まあちょっと自分の予定の中で空いた時間で行ったんで、まあ、全ての催し物、会場内のコンテンツっていうのは参加はできなかったんですが、まあ代表選手のユニフォームであったりとか、バットとかグローブサイン入りのものが飾ってあったり、まあ2001年イチローさんのユニフォームも飾ってあったりとかで、かなり面白かったかなと思っております。でまあ参加したらもらえるこちらですね、 S ランク確率 30% 契約書、ファンフェスタ大会参加報酬ですということで、こちらもね獲得できたので、これはグランドオープンした際に引いていこうかなと思っております。今回時間が12時ぐらいだったけど、結構なお客さんいたんで、都心とか神奈川、千葉、埼玉に住んでる方だったら結構行ってるんじゃないんですかね。若い人からちょっと年配の方まで結構幅広くいたんで、ただまあほぼ男性客だね。女性の人ほぼいなかったかな。まあ場所が東京ドームってだけあって、外では東京ドームの、物販の並びであったりとか、WBC の観戦で来てる人っていうのはいたんですけど、そっちの方がもう女のお客さんめっちゃいた感じですね。プロスピの方は女性客まあ少なかったっすね。今後は女性ユーザーも増えてもらえると面白いと思いますので、ぜひとも皆さん今プレイしてる女性ユーザーの方、なるべくお友達誘ってみてください。このチャンネルも女性視聴者っていう割合はだいたい 5% ぐらい、もっと増えることを祈っております。今回の動画なんですが、来たる3月29日のグランドオープンに向けまして、今皆さんはプレゼントボックスの中で契約書っていうのを貯めてると思うんですね。まあ、ゴールド契約書、 A ランク契約書、 A ランク G チーム契約書で、あとは S ランクの確率 10% だったり 30% 契約書で、今来てるエージェントエースの報酬の、S ランク累計契約書っていうのは、引かずにグランドオープンを待つっていう人がほとんどだと思います。で今回はその契約書、イベントで手に入る以外の方法、まあ過去にもちょろっと言ってはいるんですけど、それをもう一度おさらいしていきたいと思います。どこからそういったものが手に入るのかと言いますと、こちらデイリーミッションのところのここですね、これ今長子くんぬいぐるみプレゼントキャンペーンみたいになってるんですけど、ここから行ってもらってパワースピポイントクラブっていうところに飛んでもらいます。でそうするとまあコナミでアカウント持ってればこういった画面になると思います。でポイントを貯めて日々のデイリーミッションをクリアしているとここが貯まるようになっていきます。でこうやって受け取りますと、この右上のところのポイントが溜まっていきますので、今回はこちらを使うっていうところに行きましょうかね。で、まあ、ノベルティアイテムっていうので部が切り替えられるんで、今回はアイテムの方にしておいてください。でこちら S ランク確率 30% 契約書っていうのと S ランク自チーム契約書っていうのが、このポイントを使って獲得ができます。でこの S ランク 30% 契約書っていうのは、私過去の動画で1年間で獲得できる枚数6枚だったかな、を全て獲得しちゃったんで、もう今2023年の間はもう交換はできないんですが、こっちですね、もうこっちの S ランク自チーム契約書っていうのが交換できますので、今回はこっちを獲得していこうと思います。1年間で獲得できるのはもうこれは1個だけ、1枚限りですね。でこの1枚で必要なポイントは700ポイントですので、今私は752ポイントありましたので、こちらが獲得できると。ではまずは獲得交換しちゃいましょう。はい、交換ありがとうございます。ということで一覧に戻ると700ポイントが使われちゃったんで、残りが52ポイントっていうような形になってます。でプロスピに戻ると、こちら S ランク自チーム契約書っていうのが届いております。
これはねもう本当にグランドオープンした際っていうのは S ランク選手っていうのは4選手しかいませんので、この一番最初の S から次に出てくる S、 この鈴木健っていうところまでが、グランドオープンした一発目に出てくる選手ですので、まあ、ここの出てくる選手っていうののポジションっていうのはまだ分かんないんですが、この4選手各球団4選手ずつ出てくるんですが、その中で欲しい選手がいた球団のところを引くと、もう4分の1の確率で欲しい選手が手に入る、またはその欲しい選手が2人3人いた場合はかなりの高確率で手に入りますので、パワスピポイントクラブで700ポイント以上ある方っていうのはもうグランドオープン前この時期に S ランク自チーム契約書っていうのは獲得しちゃってもいいと思います。ただ引くのはグランドオープン迎えた3月29日の15時以降にしてみてください。そうすればねかなりいい確率で自分のオーダーっていうのが強化できると思っております。はい、ということで本日は今日1日だけ開催しているファンフェスタに行ってみたっていうところと、グランドオープンに向けての、自分の契約書を増やす方法っていうのを動画として上げております。無課金美課金の方だったら毎日デイリーミッションは欠かさずやってると思うんですが、ただデイリーミッションをこなすだけでこういったようなポイントクラブっていうのでアカウントを作っておくと、そのポイントで S ランク 30% 契約書であったりとか自チーム契約書っていうのが手に入りますので、ぜひともこれを有効活用してプロスピエース楽しんでグランドオープン待ちましょう。まあ、ただその3月29日までにその700ポイントであったりとか溜まってなかったとしても、700ポイント溜まったタイミングで交換しちゃえばいいかなと思いますね。ですのでまだ630ポイントだよっていう方とかもいると思うんですけど、それはもう焦らず毎日デイリーミッションをこなすようにして700ポイント貯めるようにしてみてください。今回の動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。